落ちこぼれだった兄が実は最強、史上最強の勇者は転生し、学園で無自覚に無双する、をレビューします。Amazon 評価回数132回、レビュー付き2個、星5なし、確定工作ゴミおめでとうございます。せめてこう、手心というか、ちなみに原作の方は総合点数 3.4 という圧倒的なゴミへの信頼がありますね。あと本作に限った話ではないですけれども普通に他作者他作品のパクリですね。それを言っちゃうとナローの 99.9% は他作品のパクリになっているわけなので、パクリであるかどうかの議論はコピペ盗作野郎のやつ以外では一応は無視するべきですかね。では裏筋から。なんかすっごい大きい魔王系ドラゴンを討伐した勇者的なあれの青年であったが、やれやれ特に感想はないぞやれやれ。同じく勇者である彼の祖父の悲願を達成し、燃え尽き症候群になってしまったようだぞやれやれ。でもまあ魔王を倒したわけなので、褒美として何でも願いを叶えてやろうと魔王の方から提案してきたぞ。優しみ。それじゃあ家族が欲しいですねと伝えると、魔王に伝わる秘術である転生術を、勇者にかけてくれることになったぞ。家族が欲しいのと転生に繋がりはない気がします。まあそんなわけで死にゆく魔王はなぜか自分に転生術をかけることなく、別男子の危険はない勇者を転生させるという変態奇妙な行動を行ったわけだが、とにもかくにも勇者は無事転生しました。家族云々ということは当然赤子スタートやな。残念青年スタートです。は、こうして家族が欲しいと願った勇者は、とある貴族の青年に大人の状態で転生をし、さらに肉体の記憶はほとんど忘れた状態で、主観的に見ると完全に赤の他人にしか思えないであろう状態に放り込まれたのだ。でも家族はいるからよし、それでいいなら転生せずに結婚すればよかったのでは。しかしながらこの転生した肉体、学業優秀な弟と比べて非常に劣っているらしく、ともすれば学園を卒業できるかどうかも怪しい程度の能力であったのだ。そのため両親から一族の恥さらしめ目の前から消えろカストまで言われており、転生初日から憂鬱な気分になるのであった。これ魔王は実は嫌がらせで転生させたな。ついでに言うとあまりにも無能すぎて弟からは存在を無視されるレベルであったのだ。これ魔王は実は嫌がらせで転生させたな。ちなみに学園では同級生からいじめを受けており、今日もカツアゲをされたのだが、断ったところ殴りかかってきたのでタイミングを合わせて身体強化をすることでノーダメージ。何をしやがったって、殴られたら痛いと思って防御力を強化しただけなんだが、ボエ、これの発売日が2022年4月ってま、8年前のナローイキリをそのままやってんすよね。だが身体強化魔法は上級魔法であり、保有魔力量がゼロである主人公くんでは、使うことはできないはずだぞと不良たちが騒ぎ立てるぞ。やれやれ何を言ってるんだやれやれ。たかが強化魔法くらいで大げさだなぁ。おぼろろ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 ろなんで今さらこんなもんが漫画になってるんすかね。しかしながらこちとら転生したばかりで殺されるのは勘弁であるため、デコピン一発で不良を吹き飛ばし KO。やれやれかなり手加減したつもりなんだけどな。うげ、だがここで主人公くんの優しみが発動。痛がる不良に歩み寄り回復魔法をかけると、周りがざわざわし始めるぞ。お前、今一体何をしたんだ、治癒魔法を使っただけだが、キッショロロ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 ロ正気にては太陽ならずな労働はしぐるいなり。まあそんなわけで回復魔法は宮廷魔術師レベルでも使えない超高度魔法なんだってさ。へえすごいなぁ。ちなみにここまでの部分が本作で一番きつい部分だと思っているような軟弱な者どもは、訓練されたホモたちの中にはいないとは思いますが、ここからマジでゲロ吐き散らかす。超絶気色悪い童貞の妄想が垂れ流しになっているので覚悟をして臨むが良いでよ。不良をデコピンでしばき倒し回復魔法でやれやれこの程度マウントを取った主人公は、そのまま自分の教室に向かうぞ。
しかしながらよくできた弟はことあるごとに賛美され、無能ないじめられっ子であるカースト底辺存在の主人公はことあるごとにヘイトを受ける。やれやれこの転生先の肉体には友達と呼べる者が一人もいないようだなやれやれ。そんなわけで教室に入り席に座るが、その席は他の人の席だったようで、自信なさげなめ隠れ系女子がどいてくれと話しかけてきたぞ。しまった間違ったぞ。あ、ちょうどいいや俺と友達になってくれ。私ってとっても暗くてはぶられてるのに、そんな私なんかと友達になってくれだなんてきっと嫌な気持ちになりますよ。なんで、そんなに可愛いのに、もったいないな。おろろ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 ろ気色悪い童貞の妄想警報発令。パターンクラスに友達がいないあの子が実は美少女でその事実に気がついたのが、主人公だけでそれによって最速で好感度がセックスになって手軽に友達マウントが取れる、都合の良い肉穴をゲットしたい妄想です。ゲロマグニチュード1億観測。いやもうここまでこってこてにゲロ要素を入れてそのままの形で提出をしてくるのは、相当にこれが注目にさらされるという恥を受け入れていなくてはとても耐えられませんよ。ゴミな老系作家は大体恥でその体が構成されていますが、本作は群を抜いていますね。まあそんなわけで主人公に可愛いと言われたその女の子はバリバリに主人公を意識し、悶々としながら授業を受けることになるのでした。この恥。正しく恥さらしですね。さてその後歴史の授業を受けたところ、主人公が転生した先は魔王を倒してから、2000年後の世界であることが判明。さらに当時の人々の保有魔力量は、数値で測定をすると4桁あることが普通であったのだが、なぜか現在では2桁が普通であり、よくできた弟であっても50程度しか持っていなかったのだ。やれやれ一体この世界は、どうなってしまったんだやれやれ。それじゃあ俺が魔力を測定してみることにするぞ。よっしゃそれじゃあ待機中の魔力を取り込む呼吸をしながら測定機器に魔力を送るやで。手動音。測定機器がぶっ壊れるほどの魔力を注入してやったぜどうだすげえだろろ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 だがなぜかこれを良しとする恥世界おかしいよ。まあそんな頭ゆるゆる恥ぶざまを見せつつ弟にこれが兄の実力だと宣言をし、この漫画は突き抜けて、第1話が終わりましたとさ、という話ですね。おろろ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 最新な老系恥部門最クソ更新ですね。ちなみにエロあり部門、急所部門でそれぞれ異なる最クソが存在している模様。怖いね。まず、気色悪さがどうとか恥がどうとかを別にしても、話自体がめちゃくちゃすぎるでしょ。魔王を倒して家族が欲しいと願ったら転生という手段になる流れも意味不明だし。この時点でもおかしいのに赤子スタートで家族の絆を育てるとかではなくて、成長済みの肉体に本体の記憶があやふやなまま入ってさあ今日から家族ができたぞ。なら、それこそその辺の赤の他人を雇って家族ごっこをするのでも充足度は変わらんやろと。というか家族が欲しいなら普通に結婚とかすればいい話だし、その上で本作がやってるのは、例えると転職をしたいから自殺するみたいな感じで前後が繋がっていないことなんですよね。何よりもやばいのは、その繋がっていない状態を当事者である主人公が、全く問題視していないことですね。俗に言うな老系知能デバフを、主人公を含めて世界にバリバリにかけていることが明らかなのが見ていて辛いっしゅ。それと転生した先は2000年後の未来であり人類の魔力量が退化していて困ったなとかも、まあ他作品のパクリだどうだとかは置いておくにしても、描写がガバガバに過ぎるっていうかね、あの伝説の矛盾系虚無物語、失格もんであっても、一応は減った自分の魔力を、減ったままの状態で効率のみを上げて何とかするっている工夫の話だったのに、本作の場合はそれすらなくて、あ、
自分の魔力量が減ってるんだ、どうしようかな。よっしゃ、待機中から魔力を取り込む呼吸法をして魔力を補うからデメリットは一切なし。しかもその際に転生前の保有魔力は4桁。今回は0だったけど、そんな違いは考慮せず、誰でもできることだから問題なし。いやー、この時代の人々に、この呼吸法が伝わってないなんてな、誰でもできる、これを自分だけ使って生きるやでー、というめちゃくちゃなことをやってますからね。誰でも簡単にできるならなんでなくなったんやと、こういう面での突っ込みどころもありますし、他人に教えない前提って性格が悪いし、余震場自分の独占技術であるにしてもそれをわざわざひけらかすとか頭悪すぎるし、何より体が別人になったのに当然のように転生前の体の動かし方は再現できるのかと、尻滅裂オブ尻滅裂ですね。ここだけでいくらでもガバが湧いてきます。あと何よりヒロインだよヒロイン。なんだあのキモータの理想を形にした恥は、あれが許されるのはエロ漫画だけやぞ。つまり都合のいい性直結前提のやつだから、都合のいい性格で許されるのであって、一応は普通の作品である体で出しているやつで、あんなものを出されたらさすがにおぞましさしか感じられんわ。生きる価値なきキモータカースト陰キャ底辺に無条件に優しいギャルが存在しないように、陰キャ底辺がクラスで孤立している可愛い女に可愛いと言ったら惚れられることもないんや。でもそんな女の子が存在している。そう、ゴミなろうならね。つくづく地獄やなこの界隈。まあフィクションであることを考慮してもなでポニコポレベルでちょろいのは普通にキモいですね。ゴミなろう作品でよく言うことではあるんですけれども、人間味を全く感じないというか、肉体を持っただけのウナホールというか、そういう無機質感はエグいです。本作のヒロインが嘔吐するレベルできっしょいのは、無機物が人の皮をかぶっている、神話生物めいたその性質により正気度がガリガリ削られるからでしょうね。別にまあいてもいいとは思うんですよ。目隠れ美少女孤立チョロインはね、問題はそれが本当の意味での目隠れ美少女孤立チョロインではなく、目隠れ美少女孤立チョロインの側をしたおぞましき何かである描写になっていることです。まあつまりそれが本当に人間であるという説得力ですね。これが一切ないですね。あ、ちなみにこの後もエグい描写まみれですよ。嘔吐欲はまさに無限大です。とある授業の日、黒板に示された魔法陣がどんな魔法であるのかを聞かれ、あれれー、それってただの初級魔法ですよね、と答えると、うわーすげーなんでわかるんだ、と教室内が騒然としたところですかさず前に出てこの魔法陣を効率化した、全く新しい魔法陣を示したことで教師が、はうわー、と衝撃を受け、さらに威力が3倍になっていると初見で発動せずに解説をするとかですね。ゲボロロ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 見るだけでわかるんだ。というか見て一瞬で完全に理解できるなら驚く要素なくない。ちなみに初級魔法の魔法陣は超難問らしいです。初級ってなんだよ。ちなみに例の目隠れ美少女孤立チョロインですが、割と普通にいじめられていて、本日は特徴的な耳を隠すために伸ばされた髪をいじめグループに切られるという日なのだが、これを主人公が発見しふわっとお姫様抱っこで救出。やれやれくだらないことをやっている。おぼろろ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 読者の精神衛生を考慮するくらいしたらどうだ間抜け。ちなみにその伸ばされた髪ですが、直後に主人公が切るようです。助けた意味、さらにその際美人であることが判明するんだってさ。へえすごいなあ不運クソが。ちなみにこの女性の髪を勝手に切るというありえない所要によって、直接、好き、と女が考えるようになるという描写が直後に入る模様。魂皆無やなこいつ。ちなみに奈良学の観点からここの一連の流れを解説すると、髪を切った女の子が可愛くてすげー、ではなく、髪を切る前から女の子が可愛いと、見抜いていた主人公の洞察力すげー、と賛美していることが明らかになるわけですね。このことからこの世界の全ては主人公よいしょのために存在していることが明らかとなり、つまり作品未満の純粋ゴミな老細工装物であることが証明されることとなるわけですね。永久汚物が完成しちまったなぁ。これでノーベル賞は折れんもんだぜー。
ちなみに彼女がいじめられていたのは陰キャがどうとか見た目がどうとかではなく、ハーフエルフという本人の種族が原因である模様。根本的な問題を解決していなくて草。さてその後は魔法の威力測定。威力測定ということは、で、絶対に壊れないように設計をされている標的に向かって魔法を打ち込むのじゃあ、絶対に壊れない標的と明言している。この感じ、エンディングが見えたな。だがこの作品はそんじょそこらのゴミとは物が違うぜ。なんたって最クソ更新だからな。的当てに際してよくできた弟が女とイチャイチャしているぞ。さらにその女は、なんとこの国の第八王女であり主人公の婚約者でもあるのだ。ボロロ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 。情報量が多すぎる。ピまずよくできた弟という体なのに王女と公然と不倫していて、しかもそれが正しきことであると認知されている謎の現象からしてゴミ極まってるのに、さらに無能の主人公の婚約者であるとかもう意味がわからんちん。というかこの学園は、王女の婚約者に対してカツアゲとかを刊行する修羅の国もびっくりな世紀末脳かと、意味不明極まる精神構造をしているし、しかもその上でこの主人公は直後に、お前みたいなビッチはお断りだぜ俺にはこの可愛い求め隠れ美少女がいるからなと、宣言を行い家同士で決めた婚約を本人たちの希望のみで解消をするという、ガバガバ悪役令嬢もびっくりのガバガバ具合で読者の脳細胞に追撃を行ってくるという、超絶離れ技を決めてきますね。これほどまでにできねば最クソにはなれぬのだ。まあそんなわけで王女の婚約者を学園でいじめた挙句王家の醜聞を絶対正義だと、全力で賛美し始める超空間湾曲世界において、魔法威力測定試験が開始される、と思っていたのか、君らちょっと舐めすぎやで。これ最クソやぞ。そんな甘っちょろい、ただいつもの通りに的当てをして壊れない的をぶっ壊して終わるものなわけがないでしょう。とりあえずよくできた弟と主人公がなんか嫉妬的なあれで醜く言い争った後、解決法として、1対1の対人戦を行うこととなりました。なお魔法威力測定の的当ては、この後存在しないものとする。とねえ、だったらなんでわざわざルールを説明したし。ちなみに対人戦の組み合わせはモロチン流れ上弟 vs 主人公となるわけですが、ならないんだなぁ。これが、これ最クソやぞ。常人の発想で考えてはいけない。なんと対戦の組み合わせは王女 vs 主人公となりました。なんで、なぜそうなったのか作者以外で理解できるものは絶対にいませんが、デュエル開始。王女は初手レベル30のサラマンダーを召喚、レベルってなんだよとか、そんなものは考慮するに値しないので会場の全員はレベル30とかすっげー、と、大はしゃぎで騒ぎ立てるぞ。ではサラマンダーの攻撃、滅びのバーストストリーム、おいおいおい死んだわあいつ。ほう、無傷ですか。大したものですね。主人公のステータスは非常に高いらしく試合前から価値格になることもあるくらいです。なんでもいいけどよ。相手はあの王女だぜ。そしてサラマンダーのボディープレス。これも定番の無傷受け止めいきりです。反撃で投げ返してバランスもいい。それにしても戦闘中だというのにあれほどの身体強化ができるとは驚異的という他ない。よし、と。そんなわけで主人公が投げ返したサラマンダーによって王女が吹き飛ぶが、これを主人公が優しくお姫様抱っこで助けてドッキンコ。すげえいびつなマッチポンプしてて草。ちなみに主人公に負けた王女の姿を見てよくできた弟は王女を振るのでしたとさ。それ普通に王家侮辱罪から内戦に突入するレベルじゃない？すげえなこいつらの精神。ちなみに主人公から王女に婚約破棄を申し出るとなぜか王女は大慌て。王家としては学園で公然といじめられている無能な主人公は重要人物であるらしく、実は主人公は予言の子として信託があった存在であり王女はそのための首輪として、主人公に当てがわれた女であると判明する。だから婚約破棄しないでお願い助けて消した。もうこいつらの言っていることが1ミリも理解できないよバーニー。自分で言ったことを、その話の中で自分で否定してて頭おかしなるで。鶏が書いたのかな？さて翌日。主人公が目を覚ますと自宅の庭でよくできた弟が剣術を学んでいたが、相手の実力が低すぎてプークスクス。
何あれ、近所のおっさんを相手にしてるのかな。はい、モロチン世界最強の剣士です。剣術指南役として雇われているんだってさ。これに割って入って剣を叩き折り無力か。私の剣を折るとは一体何をやったのだ。誰でもできる超基本技術であるパリーを行っただけなんだが。パリーだって、それはまさかあの伝説の超高等技術である究極奥義では。やれやれ、これくらい基礎なんだけどな。やれやれ。ちなみに主人公が折った剣は剣術指南役の家に伝わる最強最古の宝剣であったのだが、折ってしまったお詫びとして全く同じものを作って無料で差し上げることにしたぞ。アバババババ、なんてことだ。アバババババ。さて、今日の学園での授業は使い魔召喚。よくできた弟がレベル50の使い魔を出すが、こんな奴はその辺にゴロゴロいる雑魚のはずなんだが。じゃあお前はこれよりも強い魔物を召喚できるのかって。よっしゃ、一挙やってみっか。ズモモモモ、うわあ、なんだこの魔力は。ピカー、ズドーン。選ばれたのは魔王でした。そこにいたのはレベル測定不能、かつて前世の自分が打ち果たしたドラゴンであったのだ。オッス魔王、2000年ぶりだな。やや、魔王の木に当てられて生徒たちが倒れ始めているぞ。なんとかしてくれメンス。仕方ないにゃー。はい、じゃあ人間形態になるでー。モロチン美人で巨乳の女やでー。しかも主人公と主従の契約を結んでいて何でも言うことを聞くやでー。ブルンバル広報、ロロ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 ロ。すごいですね。超ゴミ。究極最クソゴミ。主人公があれ、また俺何かやっちゃいました。刑務自覚イキリをするにしても、異世界人の肉体精神ともにデバフをかけすぎているせいでまともに見れないし、しかもデバフの結果世界観ガバが毎ページ生じていて、さらにキャラのキモさも乗っていて、もうどうしようもないですね。少なくともこれをまともな作品として読めるやつは、ホモサピエンス種の中にはいないでしょう。類人猿であってもキモさで嘔吐するレベル。そんな原始人でも拒否する仏が2022年に生まれてたんですって。ヨークさん、闇ぞ。総評ですが、一切の隙なく全部ゴミ。最クソ更新おめでとうございます。ですね。正直これを超えるものは既存の作品にはないですね。いわゆる孫とかですら、これよりかはマシですからね。孫以下を孫の8年後にひり出してくるという暴挙。この大罪は閻魔大王様ですら許すことはないって寸法よ。ヘドが出ますことよ。とりあえずイキリをやるにしても、せめて世界観の方はまともにやってくれってことですかね。最後に漫画家ですが、うまいですね。というか本作でなんとか評価するべきところをひねり出そうとすると、漫画家の絵以外には存在しないです。つまり原作レベルだと全部マイナス点だけで占められています。加点要素が一切ないって、逆にすげえな。まあ漫画家的にはこのゴミを書いてや金はもらえるんでいいんでない。どうやってもプラスのキャリアにはならない気がしますが、金のために奴隷として頑張ってほしいですね。奴隷、もしや作中の主従契約魔王は漫画家の隠喩では、ボブはイブカシンだ。さて、今回レビューしました漫画、落ちこぼれだった兄が実は最強、史上最強の勇者は転生し、学園で無自覚に無双する、全部パクリで劣化で嘔吐不可避ですが、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。以上です。ほな、また。